ウィーンから電車で2時間半、ハンガリーのブダペストに到着しました。到着したのは夜の8時で、もう外も暗くて雨もすっごい降ってて、ホテルに帰りたいんですが、ブダペストといえば夜景。一泊しかしないので、雨の中夜景を見るためにやってきました。これはブダ城。王宮です。そしてこれやっぱりすごい、国会議事堂、なんかすごすぎた。雨だけど本当に見に行ってよかった。絶対おすすめ。歩いてる人なんてほとんどいないぐらい、本当にすっごいね雨だった。夜景を早々に見て、急いで宿にチェックインしました。古めかしい建物だった。今日はエアビーで泊まった宿です。もうとりあえず寝るだけ。次の日は晴れました。やったー。今日の夜の便でもブダペストを旅立つので、実質半日ぐらいの観光になります。泊まったエアビーが屋根裏部屋みたいで可愛かったので、ちょっとお部屋のルームツアー、寝るだけだったけど十分だったし綺麗だったのでおすすめです。なんかこういう海外の建物の構造とかってすごい面白い。お部屋がアパートの一番上の屋根裏だったので、階段が多いから荷物が多い人とかはちょっと難しいかもしれない。昨日は夜で真っ暗で何も見えなかったけど、アパレルショップとかが立ち並ぶ綺麗な通りでした。ブダペストの中心地はもうコンパクトにギュッと詰まってるから本当に回りやすい。そしてね、この路面電車めっちゃかわいい。短くてかわいい。海じゃないけどドナウ川のこの景色が、なんか魔女の宅急便とかに出てきそうな街並みに見える。歩いてても気持ちがいい。今日はお天気もいいのでクルーズ船に乗ってブダペストを1時間観光できるっていうツアーを申し込みました。本当は昨日の夜にクルーズ船に乗って夜景を見たかったけど雨だったのでお昼のクルーズに変更しました。ちょっとね乗り場が不安だったけど、なんとか無事に着いた。1時間で私が予約した時は1500円ぐらいで、でドリンクも1杯作っている料金で、すっごいお得。この船の中は自由な感じで、好きなところに座って好きに景色を眺めるっていう感じで、座る場所は左でも右でも、この行き帰りで U ターンするのでどっちでもいいと思います。で国会議事堂のこの迫力、いやーすごい、本当にすごい。トゲトゲしててかっこいい。多分英語でアナウンスとかはしてくれてるけど、私は英語全くわからないので、もう見て楽しむっていう感じです。英語わからなくても全然大丈夫、可愛いから。建物とかもウェス・アンダーソンの映画とかに出てくる雰囲気がする。
聖チェーニ鎖橋からのブダ城。建物と川沿い走る車がもうミニチュアみたいで可愛くてずっと見てられる。可愛い。ここはゲレルト農家。こうやって登れたりするっぽいんですけど、時間があったら本当は登りたかったし、この辺温泉とかがいろいろあるみたいです。ちなみになんで音声喋ってるかっていうと、字幕が大変だから、時間かかるから音声で喋ってみてます。クルーズ降りて歩いてブダペスト中央市場まで来ました。1897年に開業した歴史ある市場みたいです。市場を出て橋を渡ってブダ城があるブダ地区に行きます。ちょっと曇ってきた。橋を渡ったところからバスに乗ってブダ城に行きます。ブダ城はお城っていうより美術館とか歴史博物館とか教会とか広場とかが集まった形になっていて、ブダ城エリア自体に入るのはお金はかかりません。プラハ城みたいな感じでした。それぞれの施設はお金がかかります。私は見学旅なので今回はもうお金を使わずに景色だけを見て楽しみました。ドナウ川を挟んで向こう側が国会議事堂とかがあるペシュト地区。体験だったり、何時間っていうチケットがあって路面電車とかバスに乗るっていう利用方法なんですけど、私丸1日もブダペストにいなくて、乗ったのも5回ぐらいなんですが、その中でも3回ぐらい覆面のチケット確認する人とかがいて、
チケットが切れてたりとか持ってない人は降ろされたりしてました。多分罰金取られる、まあ、当たり前だけどちゃんと買って乗ってください。他の国は見なかったけど、ブダペストはこの短い期間で本当に3回見たから注意です。あと物価もやっぱり私が今回回ってヨーロッパの中では一番安かったかな、はい、だから最終ブダペストからアジアに戻るっていう便にしたっていうのもあります。ロンドン発東京とか、パリ発東京とかよりやっぱりブダペスト発東京とか他のアジアとかの方が圧倒的に安いので、そういう路線を使うのもおすすめです。ドナウ川が綺麗。さっきはこんな船に乗ってこう国会議事堂を見てた。やっぱね、国会議事堂の前に来ると迫力がありすぎて大きすぎて全然視界に収まらないので、やっぱ対岸だったりとか船から見る方がちゃんと見れる。でも近くで見てもすごい。国会議事堂のすぐそばにドナウ川遊歩道の靴っていう記念碑があって、捨てられた靴のオブジェが川に向かってこうあるっていう場所なんですけど、第二次大戦中にナチスの迫害で殺されたユダヤ人の方々の追悼の場所になってます。当時は靴も高級品だったから、靴を脱がされてそのまま川に向かって銃殺されたみたいです。遠い昔だったり遠い国の話ではあるけど、できるだけ理解していきたいなと思っています。疲れたのでカフェで休憩。もうね、足がパンパン。これはイシュトヴァーン大聖堂っていうカトリックの教会を見て、ブダペストにさよなら。で、空港に着いてお楽しみの空港ラウンジに来ました。なんか人が全然いなくてほぼ貸し切りだった。一応食事とかもあるけど、もうお客さんがいないのもあってか結構パサパサになってる系でした。うん、見た目通りですがいまいちでした。ヨーロッパにさよならを告げて、乗り継ぎのドバイに向かいます。で、向かったんだけど、なぜか寝てたら1時間後ぐらいにまたブダペストに戻ってたの。英語で多分アナウンスはしてるけど英語全然わかんないし、いや本当に怖かった。なんかピカピカしてるのずっといるし、で別に出されるわけではなく1時間2時間ぐらい閉じ込められて、また飛び出してドバイに向かいます。ドバイでもまあいろいろありました。楽しみに次回を。さようなら。